はい、どうも、ジュウです。マリオ&ソニック、あと、バンクーバーオリンピック、Wii 版、パート22やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もフェスティバルモードを進めていきたいと思います。さあ、今回でフェスモードのチームモードの方は終われそうですね。頑張っていきましょう。チーム6の DS の皆さん、お帰りなさい。ゆっくり休みましたか？今日もお天気は晴れ、気持ちも晴れ晴れです。これが最後の試合です。頑張ってください。ドリームカーリングですね。ドリームカーリング、果たしてこれは何なんでしょうか。はい、ルールを確認しましょう。ドリームカーリングはストーンと呼ばれる丸い石をピンに向かって投げ、倒れた本数を競う競技です。2投ずつ順番にストーンを投げ、チームの合計得点を競います。1投目で全部のピンを倒すとストライク、2投目で倒すとスペアです。クリボーはボーナスです。クリボーを倒さなくてもストライクやスペアを取ることができます。またスペアを出すと次の投球の得点がボーナスとしてプラスされます。ストライクを出すと次の2投の得点がボーナスとしてプラスされます。スペアやストライクのボーナスにはクリボーの得点もプラスされます。スペア、ストライクの後は高得点のチャンスなので集中して狙いましょう。わあ、これ DS 版と結構違いそうですね。 DS 版はクリボーボーリングだったんでね。ストーンをどこに投げるかを決めるのはスキップと呼べる人の役割です。あ、これあれか、これは変わってないね。はい、まあここら辺も変わってはいないと思いますが、ひねり具合でどれぐらいカーブがかかるかは決定。はい、まあここら辺はあれでしたね。これ普通のカーリングと一緒ですね。じゃあとりあえず頑張っていきましょう。まあ習うより慣れろですね。さあ、では行きましょう。はい、これは何でしょうか。これみんなで同時にやるのか。よし、じゃあ頑張ります。はい、チーム6 DS、 ヨッシー、マリオ、ルイージ、ワリオ。チームドンキーコング、ドンキーコング、ブレイズ、シルバー、ヘクター。チームピーチ、ピーチ、ヘイルス、デイジー、シャドウ。はい、チームソニック、ソニック、メタルソニック、クッパジュニア、エミー。よし、行きましょう。はい、9、12、ピーチがストライク取っている。はい、じゃあ行きましょうか。まずはスタンダードだね。この BGM は、あ、これじゃん、これスーパーマリオ6、いや違う、これマリオカード64だ。マリオカード64のあれだぞ、これ。マリオカード64のあれ、シャーベットランド。うわ、すげえな、やっぱりマリオカードネタすげえな、これやっぱり。はい、そしてクイボーを倒して、うわ、何、なんか跳ね返ってきたんだけど。ああ、とりあえず次でスペア取れそうですね。はい、オッケー、もうこれ力強くでいいんじゃない。これ跳ね返りもうまく利用するのか。これ確かフラッシュスノーランドも BG も一緒だったんだよね。オッケー、ということでスペアが出ました。おお、いきなりなんか花火上がってる、すごいな。これスペア出しただけでこんなになんか。はい、そしてレフが加算されました。はい、2フレーム1投目。待て、これあまりクリボーの位置が後ろになったのか、ちょっとこれつらいな。じゃあここで右に曲げましょう。ここで、はい、曲げすぎ、これは。いや、どこまで曲げればいいのか俺もよく分かってないよ、俺本当は。待って、このアイテムは、あ、取れた。あー、落ちる。はい、これで6ピン倒れたので、まあボーナスが加算されましたね。じゃあちょっとここは左に曲げる作戦でいきましょう。投げるスピードがアップ。お、なかなかちょっといいもん上がるんじゃない。はい、こうして
こうすることによって、はい、また新しいアイテムをゲット。あー、スペア逃した。はい、現在35。はい、現在こんな感じ。はい、3フレーム1個目。今度はルイージが投げる番。どうしようかな。じゃあここもまた右に投げる作戦でいこうかな。はい、ピンに向かってウォーミングいくぜ。はい、いくぜ。こう来て、いけ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 、ウォーミングだ。いけ。はい、これでどうだ。落ちたけど、はい、現がこういうことか。現全部で13ピンあったんだな。まあね、これ跳ね返もうスプリット起きてしまったんだな。これはもうどっちみちこれ無理だから、もう跳ね返りを祈るしかない。ちっちゃい丸のできればアイテムも取りたいな。じゃあもうここはまっすぐに放とう。わあ、待って、アイテムが取れなさそうだ、これは。あ、これ当たるかな。あ、跳ね返った。跳ね返ったけど、あー、残りの1品は倒せなかった。はい、現在52。わあ、最終的に 92? やべえ。はい、ラスト。わ、ここ曲げないといけないな、確実に。これが邪魔だから。いや、待って。ここまでまだ、あれか?じゃあどうしよう。じゃあここ行こうかな。まあ、ここら辺?ここら辺で曲げれば確実?じゃあこう来て、行くぜ。これで右に曲げよう。いけ右に曲がれ、頼む。あーっと、はい、あー、ちょっと待って。 OK、 いいぞいいぞ。待って、ちょいちょい、ちょっとでも倒れて。わー、あ、倒れてきてるけど、わー、どうだ。4だけか。どうしよう。じゃあもう今度は反対側だ。音があるのね。ストーンが爆弾になる。まあ、どっちにしてこれが最後になりそうなんで、はい、待って、これ当たんなよ、当たんなよ、マジ。はい、当たった。はい、どうだ。あー、72、無理だろこれは。無理すぎる。もう一発目じゃ無理だろう。用意、これ最後これ全部倒せればこれあと一投できたかもしれないけど、まあそういう俺は厳しかったですね。まあちょっとこれは腕を磨いておきましょう。はい、これで、はい、16日に終了ということで、はい、最後のライバルは誰だ。アイスホッケー、コネクッパですか?コネクッパだ。これで終わったと思ったら大間違いだ。我が輩こそが最強、我が輩がこの大会を制するのだ。あれ、セリフ変わってる、ひょっとして。よくわかんないけど、コネクッパとあとカロン3体か。よし。じゃあこれが最後の戦いですね。はい、もう勝つまで先には進めません。じゃあとりあえずまずは、コンピューターにしておきましょう。終わりを。じゃあいきます。チームルピオ DSVS チームホネクッパ。あ、またクイッチャーに勝たないといけないのか。よし、行くぜ。まあカロンカーリングの相手でもあったけどね。行くぜ。1分、各ピリオド1分しかないからちょっと気をつけた方がいい。 OK、 早々バッター、早々バッターよ。
まずはパワーを決めたい、貯めたいな。ここで、あぶね、あぶね。オーケー、ルイージナイス。オッケー、ここで放て。くそ、ここでクッパなんかちょっとずるいな。オッケー、よしよしよし、危ないって。はい、もうちょっとでパワー足りそうだ。あ、ちょっと待って、こう来て行って、危ねー。よし、行け、うーい、くそ、まずい。オッケー、オッケー、待って、おい、ここ、こんな時に奪ってこないで。待って、ルイージ、ルイージ。待て待て、まずい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 。頼む、このまま耐えてくれ。耐えろ耐えろ耐えろ。うわー、どうだこれ。どうしようかな、じゃあ。やっぱりここマリオとヨッシー入れ替わった方がいいかな。いや、あんまり関係ないかな、これって。わかんないわかんない。はい。いきます。行くぜ。わあ、延長になるのか、それともどうなのか、これは。いけ、くそ、やべえ、いけ、あー無理だ。くそ、カロンが邪魔だ、本当にマジで。オッケー、奪った奪った奪った、奪われた。オッケー、うわー、腹で止めれるのも本当にあれだわ。クッパの個性なんだけどね。オッケー、ナイス、放て。待って、今の機械切ってねえのかよこれ。オッケー、あー待って、嘘でしょ。いけ、ナイスー、ヨッシーがゴールを決める。さすがキャプテンだ。いいんじゃない。はい、残り19秒。もうこれはもうこのまま耐えたい。待って、残り時間が少ないからこそ油断してはいけないんだ。オッケー、いいぞ。危ねえ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 、オッケー、危ねえな、マジやべ。はい、3、2、1、はい、素晴らしい。もう勝っちゃいましたね、これで。はい、ということで無事勝つことができました。これでグッド評価なのか。まあそりゃそうだよね、だって1点しか決めてないもん。まあもっと点数決めれれば、まあ評価は上がったかもしれませんが、1点、まあいいんだいいんだ、勝てれば何でもいいということで、よろしくお願いしますよ。ということでこれで16日目が終了。これで全て終わりましたね。はい。はい、最終日。いよいよここで閉会式になります。おお。まあやっぱりここの映像は変わってない。まあでもちょっとこれ久々に見たな。まあせめてこういうのはもう一回見たいよね。いやーでも今回チームボールなかなか良かったと思うぞこれ。まあこれがね本当に決戦となった。まあシングル部門でも優勝できてし、まあチーム部門でも優勝はできたと思いますが、はい、3つのトロフィーが立てられました。はい、まずはオリンピック競技、金メダル4つ、銀メダル1つ。はい、そして次、次はドリーム競技、ファーストメダル10個。はい、そして総合は195ポイントで1位。素晴らしい。もうちょっと200だったのか。でも200いくスコアだったんでしょうか。はい、ということで無事勝てましたね。195、よかった。おお、もうヨッシーの周りでぐるぐる回っていたカメラだったんですが、はい、じゃあスタッフクレジットを飛ばしましょう。
はい、フェスティバルバッターエンブレム、フェスティバルモードチームプレイを150ポイント以上でクリアする。素晴らしい。はい、ということでこんな感じ、フェスティバルモードをクリアすると3000ポイントが手に入るんですね。これは結構でかいです。ありがとうございます。ということでこれでフェスティバルモードシングル部門チーム部門も全て終わったということで、はい、シングル部門が247ポイント、チーム部門が195ポイントという感じになりますよね。はい。でも相変わらずメールとか来ないんだな。じゃあとりあえずショッピング行きましょうか。ここら辺で。はい。ここで何かが起こっているんでしょうか。まあもうブラックカード買っちゃったから、もう正直あんま怒らないような気もするんだけどね。はい。お、なんかあるぞ。これはなんだ？ブティック 10% オフ券。ブティックでの買い物が 10% オフになるクーポン券です。やったー。これタダなのか。やったぜ。はい。どれでも10、ブティックでの買い物がどれでも 10% オフ。ブティックはここですね。はい。おぉ、72。めちゃくちゃ安くなってる。はい、もうこれはもう一度買ってしまえばこれあれなのかな。じゃあもうこれはもう、あ、これ一つなのか。なるほど、なるほど。まあ、こういうことなんだな、これって。だからちょっと安いもん買っちまったけど。まあ、ちょっともうちょっと安くこういうの来てほしかったな、これ。なるほど、なるほど。まあこういうの後で買うんですが、でオリンピックのライブラリーとかもこれあるんだよな。これ、これどれも30。え、じゃあ違う、これどれも30だけど、はい、まあこれ全部30かな。これは、はい、これここも30で、これもあれかな、あ、全部30っぽいですね。まあ一応全部確認しましょう。まあここら辺もあれですが、はい、30ですね。まあでも30であれだったらちょっとあれのようにも気もするんですが、はい、全部30ですね。まあいちいち確認することではなかったと思いますが、はい。じゃあちょっとミュージックはもうマリトニのやつはもう全部買ったので、じゃあもう全部買っちゃいましょう。ここら辺レコード&ランキングショッピングタウンでショップでオプションでアルペン大回転でアルペン格好ラージヒル個人、あ、これラージヒル個人と団体で違うんだ BGM。で、着地1。着地2。で、モーグル。あ、これ、夏いわ。まず、これ、あれじゃなかった、これ。これ、もう、あれ使ってたわ。ハーフパイプ、スノーボードクロス。スピードスケート500メートル。これも DS 版のあれに使われてたね。で、衝突は1000メートル。これも使われてた DS 版に。ショートトラックリレー、まあこれあれないからね、 DS 版は団体競技じゃないからね。基本的にこれ2対2じゃなかった、アイスホッケーって。ちょっと俺 DS 版も最近やってないのでちょっとあれなんですが、あれスケルトン、ボブスレー、アイスホッケーで、カーリング、はい、で、ドリームアルペンで、ドリームスキージャンプで、これはエッグプラントギャラクシーですね。ドリームスノーボードクロス、ドリームショットトラック、はい、で、ドリームフィギュアスケート、マリオワールドの3曲、はい、で、ソニックの曲って4つあるんだ。なるほど、なるほど。じゃあ、ちょっと納得するわ。はい。で、ドリームボブスレー。
で、ステージ1と2があったんだ。はぁ、あ。で、あ、ドリームアイスホッケー。で、これがゲームアドバンスクッパキャスティの BGM ですね。で、これが64のシャーベットランドですね。で、これがマリオ64のサメサメマウントですね。で、そしてドリームグライダー。で、キングテーサー。わ、ライバル戦高えな、70。まあ、でも買いますよ、全部。とりあえずこれで、まあ、とりあえず全員のライバルには勝ったので、まあ、こういう感じだと思いますが。はい、もうそろそろ終わりかな、BGM も。バラエティメニュー。で、オープニングテーマ。まあ、これはゲームを起動した時に流れるやつだ。で、開会式、閉会式。はい。とりあえず全部買ったけど、まだ入荷待ち、まあ、まだバラエティモードとかやってないんでね。まあ、そこもやりたいと思います。じゃあ、今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ、次回どうしようかな。とりあえずフェスモード終わったので、じゃあ次回はこれ行きましょうか。バラエティモード。バラエティモードも全部やりたいと思います。それをやってから、まあ、あとは、全キャラ金メダルを取るのやろうかな。まあ、とりあえず、頑張りたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローも意識します。それでは、さよなら。